無人島よりマシ。やめてあげてよ、無人島の悪口は。加藤純一くん並びにね、加藤ブラザーズのねメンツがさ、一生懸命ねイカダという名のね、なぜか知らんけど作ってな、紐もさビニールテープでなぜかあって、うん、で頑張って作って乗ったら、周りのね前方2人のデブが重すぎて沈んで、うわわわわってなって、もう無理もう無理って言ってね、なんとですねイカダをロープにつなげて船で引っ張ってもらったんだけど、途中でねやめて、スタッフが大勢のねテレビクルー並みのスタッフがね周りを囲って、波が来ないようにイカダの前に立ったりして頑張った努力もしたんだけどね、もう戻ってくるしかないですよっていうね言葉とともにエンディングを迎えて、ああもうスタッフから強制終了させられてるやんけ。グダグダだったな、悪いけど。あれはあの後さ、九州かどっかでさ、たらふく美味しいご飯食うのがさメインじゃねえの、ね、え、みんなで慣れ合って温泉とか入っちゃってさ。だからさ、本当に苦しませないとな、ダメなんだよ。だって誰も苦労してないふうに見えんかったもん。火起こしとかはもうさ、オニヤとか得意な人がいて、だから本当に虫最初言ってたじゃん、もうし、あの本当に辛いって、死人が出るかもしれんぐらいの勢い言ったけど、なんかねえ、俺もやれ俺やれないよ、うん、ぐだるもん。無人島企画ってね、結局ね飽きるんだよ。最初はあの飽きちゃう途中で。だからよほどのバカがいないとダメなの、あれって。無人島ダメ、俺生きていけないわ、死んじゃうから、向いてない。サンジと3人で、もうサンジさんとの無人島行ったらなんか楽しそう。あのイカダの森はどこから出てきたの？そんなこと言うなら、あのイカダのねプカプカ浮く4つのね、あれはどこから出てきたのって話じゃん。だからあれはもう分かってるでしょみんな、だって、うん、無人島ごっこなの。ドラえもんで出てくるねのび太がね、ね、ドラえもん無人島に行きたいよって言ってね、ジャイアンとかスネ夫とか連れて無人島ごっこセットを出してもらって、ね、そこで楽しむっていう。だってスタッフがあんだけいたらさ、もう何があっても助けてもらえるじゃん。だからその余裕があるでしょ、スタッフがあの10人以上もさついて回って、うん、しかもコメントも全く読まなかったし、コメント読んだら少しはさ心がさズキってくるけども、みんなもうブルーシートで寝るっていうのが一番だね。まあいいや、あんま言ってもしょうがないな、うん、まあそれはそれでね楽しかったと思う人もいるんだし、やってない俺とにかく言うことじゃない。俺だったらあのスタッフ呼ばない、まず携帯電話1台持ってそこで配信者たちに撮らせる、配信者にカメラやらせて全部、そうすれば絶対見れるじゃん、出演者の誰かが見れるじゃん。でもさ、あれってさテレビマンみたいなカメラがついてるせいで、なんか臨場感に薄まったのね。あ、テレビと一緒じゃんとか、なんかさその芸能人がさその撮ったどうっていう人がいたと変わらなくなっちゃうのね、あれやると。全てにおいてやらせて疑われちゃうから、だから配信者か携帯カメラ1台持てば費用だってかからないし、臨場感溢れれるし、コメントも読めれるしさ、みんなでそれで回しとけば一石二鳥だったんじゃないの、単純な話。